モンベル。アンゴールから。しか。逆に 6S みたいにピッチ入るカメラが iPhone が横にぶれないからいいのか。うん、そうなんだ、うん、あっただなと思ったもん。まあいいや、行こう。座る。暗くなる前にも誘っておりましょう。こっから一気に暗くなるだけだ。ね。まる。うん。まあこの時しょうがないと思うけどね。うん。それは。よいしいやいや待ってこれなんか神にどうでもな神岩いや全然大丈夫でしょ。寝てる。うん、寝てる。それはないよ。一番長い3ゴール。これ登るときはちょっと辛いよ。初め初見辛かったもん。
くの大体5時頃かな。多分、あ、5時は早いか。多分。あそこ普通に病院ルートって言うんだね。うん。悪路じゃない、あ、悪路病院ルートって言う。まあ普通にあっちの違う方がビアタキルっていうらしい。測定回復中。滝の音が聞こえる。滝の音が聞こえる。滝の音じゃない。ウクゴールのあの音かな。わかんないけど。すごいね。まあね。よいしょ。ここ来れば、まあ、あとまっすぐみたいな感じだったイメージが。橋2回渡って。青なんて基本的になんか階段のフィニッシュ多いの。うん。オッケー。よいしょ。ゆっくりゆっくりゆっくり。危ね。大丈夫です。指輪のネックレスにするやつだよ。怖いんだよね。そうだよ。ここで怖くない。触れたら怖いから。あれ、なくしたらなくじゃん。見つけ込みで。まだにつけてるもん。シャッともう結構いいよ。いや別にいいよ。俺もう取れなくなっちゃった。っていうから。あ、そうだ。多分これ結婚式から取ってないから。え？今つけたと思うよ。4年以上はつけてるもんよ。すごくね、置いてる。暗くなっちゃうよ。まあいいや、1分、オッケー。いやいや、大丈夫じゃない。怖いから。内臓怖いんだもんだって。さっきちょっと滑落見ちゃったからさ。いやいや、だから悪路でしょ、そこで。俺でも、うん、なんかもう早く降りようって。そう、値段できないから。で、結構内臓はね、よくよくしたくないから。あの、筑波山のあれがまず怖かった。
今のはそうだけど、ほんと怖かったの。できないと思ったなんか、まあ、今日濡れてないからまだマシだけど、ね、濡れてないだけまだマシだけど、いやもうツルツルしちゃうから、なんでこれ曲がってんだけど、木今腹カメラになってる。もう一個あって、あれ二個あったよね。一個目のやつ。確か。もうあれ上がんなくていいね。上の方に1ゴールは。かなもう3ゴール行って2ゴール行ってアクロ行って降りようかなと思って。まあそれでいいね。暗くなる前に行きたい。え？嫌なもんだって。動画も全然何真っ暗で動画じゃんねん。うっすら分かる動画みたいな。昨日の後とか全然分かんない。どっちか分かったかな。でもね、まだ見た目はさ、どうなの。あ、はいはいはい、うん、いや見かけたらまだ今って、あれはマジ怖かった。久保さんはこれあれか、6頃か多分。そうです、意外に変な、うん、この前のさ、ヤッホーって言ったのさ、ここの道からなんかヤッホーって言ったんじゃない、ね、カメラ注意、バッテリー多分これすぐパッとする携帯だから。どっちやあんま喋らないんですよ、あの面談は。うん、多分やめさせられる方に指名していくよ。多分ね、うまくやってくれるんだと思う。で、多分俺が下手に喋るなって感じになると思う。
体ねでもそうなんだよ、こういう切るときってね、そのここで契約でお金ないからって言い方しないんです。言ってきそうクレームみたいな感じになって、だから強引に今までなかったことを急に言うねん。例えば菓子食ってるじゃん、今まで注意されなかったのに急に言ってくるとか、そういうところから注意してきて、で肩叩かれてはしないと、そういうそんなこと、だからまあちょっとね無理はないかな。ちょっとびっくりしたけど、ね、え、これでも短いのかな、あ、じゃあ長いの、うん、取らない程度ないからね、もちろん。あ、これが。なくてもいいですよ。なになに、うん、下手したのあれが怖かったな。レトリーバーゴールデンレトリーバーマジ俺クマかと思ったもん、あれマジで。ケイちゃんが先に産んでたからって言って、あ、やべえ、多分これ死んだかもしれないと思ってたもんね。いや逃げない、待ってって言いそうになったけど、一応言ったんだよね。あ、もう一個あった、ちゃんとか、うん、待ってって言ったんだけど、よく見たらなんかすげえ可愛いなって言って、じゃあ戻ってたからさ、なんかクマにしてはめちゃくちゃ頭いいなと思って、あれ、そう、色がさ、黄色じゃん。野生のクマとこんなにしたのね。なんか野生のクマあんま見たことないから、なんともいないんだけど。クマの声があったな。あれ、誰かにしょうがないと思う。あれはダメだけど。あれ、あの筋肉、あ、違う、あれ実写か。なんか言ったよ。なんか AV でもあったんだけど。よくわかんないんだよね、あれ。AV って筋肉むきむきってね。演出してる人はめっちゃむきむきだったんだよね。
これっていうか、劇やってるし、何で打たれそうになったんだろう。 AV とかそういうの関係なくて、個人的なあれっていうか、その打たれそうになったんだ。あ、個人的に、まあね、うん、俺もさ、ビビるとこう一番何がビビるか、ドイツ製造というかさ、あのもうこの自然の中で顔を見るから絶対さ、慣れる慣れる、あ、でも登っていくときと、これ平行だったらわかるけど、うん、下からこう見ると写真のような感じで絶対来る、下からもわかんないし、上から見てもビビるし、あの氷がね、トリバーみたいなのがあって、だって、あれがさ、ビビって何て言うんですか、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 来週は日曜日行けるかどうか。あ、そっか。まあ、俺も多分すぐ終わるから土曜日行けなくもないと思うけどね。10時半からやるんで、このミーティングみたいな。してくれたからね、ありがたいってありがたいと思ってるけど、それでも、うん、多分まあ頑張れって言ってないんで言ったんだろうけど、ただ今の会社はもういいやと思って、結構痛いね。在宅ワークが俺嫌いだもん。本当に嫌になった。久しぶりになった。どうしたんだっけ。いいよね。シャドウダスできないかとかな、でそれもちゃんと言ったけどね、でも嘘だと思ってんじゃないの、一応そのエビデンスっていうか証拠があるからさ、そのスカイプでやり取りしてるっていう会話とか一応残ってるから、そんな風にやりましたっていうそういう証拠はあるよ、一応本当かよってやったら仕事やってましたよ、やめてと思ったのに、やめて、何こいつと思ったの、とりあえず出勤と出社の時は今まで言えなかったんで、それもパソコン起動したら連絡しますねって言ったら、それもなんか変な連絡しますって、いいやって見てたってねだってもう会話通じてないんだもん、分かってると思うんですよ、で、そのなんか俺になんかから何て言うの、からにアプローチっていうなんか細分化してここでこうダメだよねってやってくれた競技に対して
くれた人は多分理解してないと思う。なんかガンガン俺がお前が悪いみたいな感じで言ってたから。違うよ、いつだった。ガンガン自分の意見だけ言って人の意見全然聞かないような感じ。それはちょっとどうなのかなと思って、別に決めてる気ないんだよね。いや、え、いいか。うん、次はないですね。夏の大体ボーナス大体10日で辞めるっていうね、うん、あれも別に12月10日以降は辞めたとしてももう休めるから、ゆっくりしてろって話になったからね。うん、まあ、でも12月1回で辞めるっていう設定でギリギリでもいいけど、まあね、そうです。俺こそローソン。うん。やんないで正直やんのかな。なんか全然したことないけど、なんか変な株の検討とか、うん、ダメだったらダメだって言えばいいのに、何も言わないでさ、ありがとう。そのままなんか俺転換してきた、じゃあ転換メールも送んないのよ、その人誰かに。それ見てないから何とも言えないけど、あと思ってさ、これ全部ゼロからやってる、俺やってんだけど、みたいな、思ってはぁ、あ、何も言えない。登りってことは、まあ、あれか、2号路回るわけです。カメラの、まあ、フォローしてくれた人にはね、ありがたいけどね。まあ、ごめんね、ごめんねってなっちゃうんで、まあでも、もしょうがないですけど、自分のことだから多分、選手とはね、まあ、自分で言うのもおこがましいんだけど、いや俺やる、なんか真面目なやつって思ってくれてると思うんです。うん、で、そもそも改善策を教えてくれて、じゃあこう9時に出社にバッてくるから、なんかダメって言うから、まあ、俺もそういう風にしたんだけど、じゃあ今後はそういう風にしますねって、まあ、一応送ったんだけど、それを送ったんだよね。で、まあ、その人も、まあ、現実にやるしかないよねって話して、うん、分かんないけどね、これは。でも俺もね、教育のためとかそういう悠長なね、ことじゃないと思うよ。
30分の先で、あのね、多分ね、ゴンさんみたいな天才っていうか、おだまおだまさんみたいな人みたいに、もうやれーって将軍みたいな人今の状況を打破するの、だってもうこんな感じなんだもん。その上場だったらいいよ、上場のまま引き継いでさらに上場だったらまだいいんだけど、もう今下落してるからそこをこうギュッと上に上げていくのはやっぱコストカッターをしていかなくちゃいけないわけですよ。多分それしかないと思うよ、もう無駄なもんっていう。多分我々も切られることはあるとは思うけど、まあ切られてるけどね、ゲームは大変じゃないか。だいぶやばいって言ってるからね、まあ、どういう状況なのかわかんないけど、買収されたじゃん。買収されたんだもん。言ったのはよくわかんない。よくわかんないけど。大人の事情だね、今ね。多分家でやる人が多いから。やっぱ、なんか動きを変えた。いや大丈夫よ、ね、いやもう寝そう、うん、暑かった暑い、でかい動画まだこれ3号路です。いや2号路のところです。あ、これあれか、ピッチボールのあの門ですよ。何もしたっけ、あ、そうだった。うん、あの、U ホールって分かんない。で、ここら辺で大体2ホール、あ、あれか、3号で行きましょう。よかったね。